温泉に入ってやっと気力が戻ってきたな。ふぅ、アビスの邪魔が入らなかったらもっと良かったんだけど、本当に嫌な奴らだぜ。でもあの後はゆっくりできたし、やっとバカンスって感じがするよな。コホラリウもお利口さんだぞ。オイラしょっちゅう一緒に遊んでやってるんだけど、あいつのお腹は弾力があってすごく触り心地がいいんだ。アテアが焼いてくれるお菓子も本当に美味しいよな。今朝もおやつにって持たせてくれたんだ。この前会った時とは特に変わりないぞ。温泉に石を投げて遊んでた子供たちを捕まえて叱ってるところを見たぜ。やっほー、昨日はよく眠れた？あう、最高の寝心地だったぜ。ひひ。それはよかった。ねえ、後で海釣りに行こうよ。釣れた魚を今日の夕飯にするの。釣れたての魚を焼くと香ばしくて最高に美味しいよ。ムアラニさん。ん？どうしたの？たった今、ヨジア社の戦争に出向いたチームが帰ってきましたよ。カチーナちゃんは？一緒に帰ってきたんだよね。それが、カチーナさんは戦いで犠牲になったそうです。でも、最終的に彼女のチームは勝ったので、心配しないでください。後ほど聖火競技場で反魂の儀が執り行われます。よかった。初めてだし、ずる賢い敵に会ったりしたら手こずるのも無理はないよね。そうですね。でもこれで彼女も少し自信がつくでしょう。知らせに来てくれてありがとう。すぐ向かうよ。慌ててるように見えたから何かあったのかと思ったよ。さっきアビスがずる賢いってお前が言ってたけど、あいつらの目的って何もかもぶち壊すみたいな単純なものじゃないのか？だって竜戦の州を襲撃するより余剰者の戦争により多くの魔物を放って部族と戦わせた方があいつらにとっては都合がいいはずだよな。ああ、戦争に行く奴らに危険な目に遭ってもらいたいって意味じゃないぞ。言いたいことはわかるよ。アビスは常軌を逸した存在だしね。確かにあいつらは一見何もかもぶち壊そうとしてるように見える。生命体じゃないせいかロジックや計画性も度外視だからね。でもナタの長い光線の歴史を照らし合わせてみたときに、事態はそう単純じゃないって気づいたんだ。500年前、アビスがテイバットを襲ったのは、君たちも知ってるでしょ？うん。当時は、カーン・ルイヤだけじゃなくて、どの国も悲惨な状況だったんだって。中でも、ナタは一番被害がひどかった。当時のエンジン様と、各部族の英雄たちが、一致団結して抗って、やっとアビスを撃退することができたんだ。でも、アビスが残した影響は、その後、何百年もの歳月を経て、ようやく少しずつ解決されていったの。当時、竜戦の州の水は汚染されたし、児玉のこの地下からは、最悪の泥が湧き出た。火翼の集いでは、黒い風が吹き止まなかった。全部、まるで、それぞれの部族に合わせてデザインされた災いなんじゃないかって思えるくらい。私たちも最初は原始的な破壊衝動によるものだろうって思ってたよ。でもその破壊方法は妙に知能的だったの。だからアビスは八神の国に侵入してナタの記憶を常に読み取ってるんじゃないかって私たちは考えてる。そうやってお前らの情報を掴んでるわけか。本当に悪質でずる賢い奴らだぜ。そうだね。
これだけの年月を経てなお奴らを根絶やしにできていない理由もそこなんだと思う。幸い各部族に残されたアビスの爪痕は歴代のエンジン様がかき消していった。おかげで今はどの部族も栄えてるし、すべてがいい方向へ進んでる。この前のアビスの襲撃の時だって君たちと協力して派手にやっつけたでしょ。でも避けられない犠牲もあるって思うとやっぱり悲しくなるぞ。戦争をなくすためには戦わないといけないし、犠牲をなくすためには犠牲を払わないといけない。長い戦争を責任や使命だと思ってる人もいれば、負担に感じてる人もいる。解釈は人それぞれだけど、いつの日か必ずアビスを殲滅して、すべての人の努力が壮大な歴史の1ページになるって私は信じてるよ。もしかしたらその時のナタ人の歌に自分の名前が入ってるかもって想像すると、なんだかすごくロマンチックに思えるんだ。きっとみんなそれぞれ未来への憧れを胸に一生懸命進んでるんだと思う。いつでも大歓迎だよ。ナタで一番人気なのは英雄だからね。さあ聖火競技場に行こう。海釣りは今度カチーナちゃんも連れてみんなで行くってことで、海は私たちを待っててくれるからね。準備をしてるんだよ。なんて言ったって最も誇らしい瞬間だからね。カチーナちゃんきっとガチガチに固まっちゃうんじゃないかな。生まれて初めてこんな大勢の注目を浴びるだろうしね。だろうな。緊張しやすいタイプみたいだし。間に合ったか。時間もちょうど良さそうだ。ああ、依頼の処理に思ったより時間がかかったが、なんとかな。それより流線の衆が大変なことになったと聞いた。お前ら怪我はなかったか。うん、幸い大事に至らずに済んだよ。この新しい友達ってほんと凄腕でね。カチーナちゃんがベタ褒めしてたのもうなずけるよ。おい見ろ、もうすぐ始まるんじゃないか。そうみたいだね。まず弔辞が述べられてから、みんなで一緒に梵言の歌を読むことになるんだ。さあよく見える場所を探すからついてきて。歌を読むときは私の後に続いて読めばいいからね。高いところにいればカチーナちゃんも私たちを見つけやすいでしょ。ナタの勇士たちよ、命の叫びを聞きたまえ。我々は記憶と伝説を受け継ぎ、太陽と風と共に育ち、運命と未来を築き上げた。これらすべてナタの炎、ナタの血である。
八神の国にカチーナと彼女の子名が見当たらない。見つからないってどういうことだ？本来なら反魂の歌が読まれた後、エンジン様が復活した人を連れて炎の中から出てくるはずだ。だがどういうことだ？こんなこと初めてだぞ。言うまでもない。つまり勝てなかったってことだろ。考えてみろ。これまで戦争で勝った人は誰もが反魂の歌によって再び命の火を灯らせた。なのにエンジン様は八神の国でカチーナを見つけられなかったんだ。ということは彼女たちの勝利に何か裏があったってことだろ。またお前らか。カチーナに負けたのがそんなに納得いかないのかよ。みっともない真似はよせ。根拠のない憶測はやめろ。私たちはアビスと戦う任務を確かに完遂した。完遂っつってもいろんなパターンがあるだろう。例えばあの嬢ちゃんがおじけづいちまって何の役にも立たなかったとかな。とにかくチームは勝ってもあいつだけは大礼に認められなかったってことだ。あなたの英雄をそんな言葉で侮辱しないで。カチーナちゃんはアビスとの戦いで命を捧げて今も帰ってきてないんだよ。それなのになんでそんなひどい言われ方をしなきゃいけないわけ。落ち着け、ムアラニ。こんな奴と争っても何の意味もない。でも侮辱されたままなんて許せないよ。英雄の侮辱だと？ふん、あいつが英雄だったらの話だけどな。この場にいるみんなも考えてみろ。あの嬢ちゃんに問題があったのか、それともエンジン様とナタのルールに問題があるのか。確かに反魂の歌で復活できないってことは勝てなかったからと解釈するしかないな。もしかして大礼は勝利に対して独特の考えを持ってるとか。それにあの女の子なんだか弱々しい感じだったし。オイラはカチーナが戦いから逃げたなんて信じないぞ。そういうやつじゃないからな。そうだよ、あの子は絶対逃げたりしない。ずっと予従者の戦争に憧れてたんだから。たとえどんな困難にぶつかろうと、恐怖に打ちひしがれ足がすくむようなことがあろうと、あの子は誰よりも真っ先に立ち上がるはず。事情が明らかになるまでカチーナちゃんの悪口を言って憂さを晴らそうだなんて考えないで。まあいい。予順者の戦争で何が起きたか、名誉を傷つけたのは一体誰なのか、じきに明らかになるだろうよ。もういい、静かに。戦争を勝ち抜いた全ての者に疑惑の目を向けることは許されない。カチーナも
我々が敬意を払い祝福すべき英雄だ。だが彼女が再び燃え盛らなかったのもまた事実。詳細は調べているが、まずはこたびの件、私から詫びよう。他の被害者を出さぬよう、調査が終わるまで非火星屋の巡礼をしばし中止とする。すべてを予見し、一切の過ちを未然に防げる者はいない。私も同じだ。疑うことは真実を求めるための手段、決して他人を攻撃する武器にしてはならない。そんなつもりはありません、エンジン様。私はただ。なら直接私に問うといい。無論その返答を疑っても構わない。今この場ではっきりさせたいことはまだあるか？いえ、ありません。疑念を抱いているというのに何も聞かないとは。君たちにとって真相などさほど重要ではなかったようだな。こいつら、名誉を守るどころかエンジンに質問する勇気すらないんだな。エンジン様、質問よろしいでしょうか？私の友達は、カチーナちゃんはどこにいるんでしょう？私にとってとても大切なことなんです。無礼を承知で申し上げますが、詳細は調べているだけではどうしても納得がいきません。現時点で把握していることは全て伝えた。もし一刻も早く真相を解き明かし救助したいのであれば、こたびの調査に加わることが最も有効な方法だ。どうだ、志願するか？はい、もちろんです。よろしい、では談議室に来てくれ。私たちも行こう。ああ、せっかくの機会だ。もし旅人も都合がつくなら談議室で少し話せるだろうか。調査に進展があれば各部族の長に伝えよう。皆安心してくれ。他に質問がなければ解散とする。こたびの再燃の儀式の至らぬ点においては改めて詫びよう。え、さっきオイラたちにも来てほしいって言ったよな。エンジン様がああ言ってくれたんだ。俺も状況を把握するため同行しよう。